皆さんこんにちは、滝沢勝成でございます。勝成の滝沢でございます。皆さんこんにちは。滝沢道場5日目の動画でございます。滝沢道場へようこそようこそとか言っちゃった。ゴールデンウィーク特別企画の短期集中講座という形でですね、滝沢道場という企画をやらせていただいております。もうたくさんの方がね、ツイッターに動画アップロードしてくださったりとか、コメントしてくださったりとかして、僕としてはもうすごく嬉しい感じでございます。5日目、頑張っていきましょう。1日目から4日目までどっちかというと具体的な練習方法の話が多かったんですけれども、今回の5日目に関してはどっちかというとピッキングとか、そういったフォームを見直す話になります。まあ地味なことは変わらないんですけれどもね、頑張っていきましょう。でとりあえず本題に入る前に、今日から皆さんにやっていただきたいことがあるんですよ。皆さんにやっていただきたいことが一つある。それは何かと申しますと、Google を開いて滝沢道場と検索をしてください。滝沢道場。で、Google で滝沢道場って検索をすると、Twitter の動画がめちゃめちゃヒットすると思います。で、そのヒットした動画を全部じゃなくてもいいんで、ちょっとね、一元連打しながら、いくつかバカッと開いて見てみてくださいませ。で、僕もできれば全部の動画にコメントしたいんですけれども、その動画についている、コメントをちょっと見ていただきたいんです。僕もできるだけの人にハッシュタグ滝沢道場ってつけている動画に対してそのコメントを残そうとしてるんですけれども、残ってたらそのコメントを見てみてくださいませ。そんなのをいくつかバイバイとしてみていただきたいんです。で、その中でいろんなフォームを見たりとか、僕のコメントを見たりとかして、どんなフォームがあるのか、どんなピッキングの仕方があるのか、でこの動画はどうなのか、うんたらかんたらっていうのをちょっといろいろチェックして、ピッキングに対してこの造形を深めるというか、理解を深めていただきたいんです。ハッシュタグ滝沢道場で、ね、もう動画をたくさん動画アップロードしてくださってありがとうございます。僕が思った以上にこの皆さんね、アップロードしてくださって、僕としてはもうすごく嬉しい限りです。で、皆さんがね、せっかく、たくさんアップロードしてくださっているので、切磋琢磨ってわけじゃないんですけれども、この皆さんのね、この協力し合ってブラッシュアップするために、皆さんと一緒にこのモリモリとギターを練習して上手くなるために、皆さん同士で助け合うと言いますか、せっかくなのでいろいろこう参考にし合って、ピッキングを向上させていただければ、すごく嬉しいなという感じでございます。一見ね、俺ツイッターやってるけどまだつぶやいてなかったという方は、今からでも、遅くないので、ぜひ、そんなチャレンジも、してみてくださいませ。そんな感じで本題に入る前に、一回 Google で滝沢道場と検索をしてみて、動画見たりとか僕のコメントとかを見てみてほしいっていうのがまず一つやってみていただきたいことです。一芸な練習しながらね、いろいろやってみましょう。では本題、じゃれん。平たく言うとピッキングの仕方です。ピッキングの仕方。まずピックは、人差し指と親指で持つのが、標準とされております。バンヘイレンとかはね、3本指で持ったりとかさ、中には中指で持ったりとかする人がいるんですけれども、基本的にはね、人差し指と親指で持った方がやりやすいかと思うので、まずは人差し指と親指からチャレンジをしてみてください。で、そこからね、自分なりのやり方があったりとかすると思うんで、もし崩した方がやりやすければ、それでも全然 OK です。で、人差し指を、こう丸めて持つわけなんですけれども、こう鍵状にこう丸めます。で、丸めた上にピックをポンと置いて、で、親指をべったりくっつけるみたいな感じで、ピックを持っていきます。こんな感じ。ポイントとしては、できる限り接地面積を多くするということです。接地面積を多くすること。すごい極端に悪くやると、こういうのとか。こうするとさ、ほら、人差し指も親指も接地面積がめちゃめちゃ少ないじゃないですか。そうすると摩擦が起きにくくて、ツル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 滑ってしまうわけなんですよ。なので、親指側もめちゃめちゃべったり、くっつけます。こんな感じ。で、人差し指側もつまむようにするんじゃなくて、この指を曲げて、鍵状に曲げて、で、この側面をべったり、ここですね、側面をべったりくっつけるような感じにして、ピックを持ちます。こんな感じ。指を曲げて、ここに側面にべったりくっつけて、で、親指を閉じると。こんな感じ。この OK マークのちっちゃいバージョンみたいな感じですね。OK マークのちっちゃいバージョン。で、ここから人差し指があんまり先っぽに出すぎると、ここですね、このピックの先端、あるじゃないですか、ピックの先端。ここの先端から人差し指の爪が出ちゃうと、人差し指は先に弦に当たってしまうので、伸ばしすぎに注意しましょう。あんまりがっつり曲げる必要もないんですけれども、ちょっとぐらい伸びても大丈夫です。こんな感じ。で、こんな持ち方からスタートして、皆さんの持ちやすい形にどんどんアレンジしていただければという感じです。これは別に強制というか、こうであるべきとか、これが 100% 正解というわけではないです。こんな感じがいいんじゃないかなっていう、そういうおすすめの持ち方です。で、1本目の動画で言いましたけれども、ピックはできる限り軽く持つと。弦に当たりました。で、この時にピックをギューッと持ってて、この弦をバシコーンと弾くんじゃなくて、できるだけこのビッグがね、このしなるといいますか、この負けるといいますか、ビッグゲインがビッグに対してこうちょっと一回負ける感じ。にゃーっと。バチコーンちょっとにゃー。で、ある程度のところで親指がこう踏ん張ってベンといって、アップピッキングの時も人差し指が踏ん張ってピッキングしていくと。そんな感じでこの、ね、動き、ピックの動き。この感覚を意識しながら練習をしてみてください。で、その次、角度に関して。一応この平行アングルがいいって言われてるんですけども、順アングルでいいです。順アングル。弦に対して、この弦とピックは平行な形。これが平行アングルです。で、順アングルはピックに対して、こっち側。見えるかなちょっと見えづらいですね。こっち側。親指に準じて、こう曲がっている感じです。こうあってなんかこっち側ですね。こっち側がその順アングルです。基本的にちょっと順アングル目でいきましょう。ちょっと順アングル目、平行よりもちょっと順ぐらい、ちょっと順、このぐらい。もしその平行アングルの方がやりやすいという方いらっしゃいましたら、それでも全然 OK です。で、あと親指がこのグニって反る人いるじゃないですか、ビャーッと後ろに。僕全然反らないんですけども、この親指反る人とかはその、もしかしたら逆アングル、この平行と順アングルがあったとしたら、こっちが逆アングルなんですけども、逆アングルの方がやりやすいかもしれないです。逆アングルと平行アングルの方がやりやすいっていう方いらっしゃいましたら、そちらでも全然 OK です。でもなんかどういう角度にすればいいんだろうなって迷ってたら、順アングルにしちゃいましょう。全然順アングルで大丈夫です。平行は結構弦が引っかかる感じがして難しいと思うので、まあ、できるだけできる限り、順アングルでいきましょう。で、振り幅なんですけれども、このピックの振り幅。今回、その一弦練習に関してはね、すごいそのめちゃめちゃこの速くしていかなきゃいけないんで、できるだけ小さくしましょう。弦に対してピックをあんまりこう下げずに、これがね、この振り幅が大きいとね、どんどん速くするときに移動が大変になってしまうので、できる限り小さく。できる限り小さく。ちょっと具体的に何ミリとは言いにくいところなんですけども、本当もうね、このピックを走ったらすぐにこの動きを止めて、ピックを走ったらすぐ動きを止めてって感じで、できる限り小さく小さく、ピッキングを続けていけると良いかと思います。2ミリ、3ミリぐらいですかね、本当に。で、このピックに対して弦に対してピックですね。弦に対してピックがあまりこう深く入りすぎると、ね、弾くときも大変になっちゃうんで、できる限り浅くいきましょう、浅く。先っぽの方だけちょわっとこうね、弦が触るような感じ。ちょっとあまり深くできすぎると、で引っかかっちゃうから、できるだけさす。先っぽの方だけ当たるようにしましょう。で、最後、ピックの動かし方に関してなんですけれども、これね、ちょっと覚えておいてください。ピックの動かし方はいくつか要素があります。4つです。肘、嘘。これ、肩。何しろ今めっちゃ嘘ついた。肩、肘、手首、指先、この4つがあります。肩はね、あんまり使わないから、ちょっと一回除外しましょう。肩はそのパフォーマンスするときとかに使ったりとかするんですけども、肩はちょっと一回除外します。で、肘は、その、こういう動き。ストロークするときとか、その大きく、カッティングするとき、もしくはアクセントをつけるときとかにその肘を使うんですけども、一弦連打練習の場合はちっちゃい動きなんで、肘は全く使いません。手首と指先だけで、ピッキングをしていきます。そりゃそうですよね。だってこのピックをさ、その2ミリ、3ミリとか4ミリとかちっちゃく動かすのにさ、こんな肘からの動きを必要ないじゃないですか。なんで、必要最低限の動きにするために、先っぽの方、手首とか指先とかを使ってピッキングをしていきます。で、ここからね、皆さんのやりやすいやり方があるんで、一概にこうとは言えないところに入っていくんですけれども、まず、手首からいきましょうか、手首。手首は、このくるくるっとこのね、手首を回すと、ここの2本の骨、頭骨と尺骨っていうのがあるんですけど、この頭骨と尺骨がこう2本ねじれることによって手首が回ります。この手首のひねりを、使ってピッキングをしていきます。これがその手首の動き。ちょっと極端に大きくやるとこういうこと。今これすごいめちゃめちゃ大きいですけど、この手首が回っても分かりますでしょうか。こんな感じで。これがその手首のピッキングです。これを早くやると、こんな感じなんですけども、ここら辺がなんかピクピクと動いてるの分かりますか。これがその手首のピッキングの動きです。で、指先の場合は、この人差し指と親指を、この付け根からペペペって動かしましょう。こんな感じ。手首を使わずに指先だけでピッキングをしていきます。こんな感じ。さっきと見比べると、ここの位置、この手首が全く動いているのが分かりますでしょうか。ここの指の付け根、親指とか人差し指とか、この辺の付け根から動いているのが、すごく分かるかと思います。これがその指先のピッキングの動きです。で、さっき言った通り、その指先、手首を使ってピッキングをしていくんですけども、この配分みたいなのがあって、これはね、結構人それぞれなんですよ。僕は結構指多めです。こんな感じで。手首ちょっとに対して、その指が多めって感じです。でも人によってはその手首多めの方が全然やりやすいかもしれないですし、指 100% の方がやりやすいかもしれないです。指 100%、手首 100% で、それがその、ね、割合があって 20%、80% とか 50%、50%とか、半分半分でも全然いいですし、その配分はもう皆さん次第なんで全然大丈夫です。でもまあできるだけその、ね、先っぽだけで動かすという感じです。で、これを悪くやるとこういうこと。こんな感じで肘から動かすピッキングは避けていただきたいです。できる限りその手首、指先を使って先っぽの方だけで動かすと。で、この配分に関しては皆さんにお任せしますということです。こんな感じでそのピックの入る、深さとか角度とか持ち方とか力加減とか、あとどこで動かすのかなんかを、気をつけながら練習していただくと、すごく嬉しいなという感じです。で、またね、Google 検索で滝沢道場とかやったりとかして、その皆さんのフォームをこう、ね、見て、あ、この人この辺で動かしてるのはすげえ速いな、この人うめえな、なんだろう、こういう動かし方してるのか、どんなピックの持ち方してるのかなつって、そんな感じで、ね、その皆さんを研究対象と言ったらちょっとあれかもしれないですけどね、そのいい参考例として、皆さんのお手本として、使っていくというかなという感じでございます。利用させていただくというかなと、そんな感じで切磋琢磨、ブラッシュアップをしていきましょう。もうせっかく皆さんに動画をアップロードしているので、本当皆さん良いお手本、良い先生がたくさんいるので、そういうのを見て、参考にさせていただくと、良いかなという感じでございます。とりあえずまあここまでの動画、今回の動画は以上でございます。ちょっとさ、少し余談こういう話をするとさ、おいおい、滝沢、お前、そのピッキングのやり方なんて、お前、1日目からちゃんとやっとけよって思う方いらっしゃると思うんですけれども、僕の考え方はこうなんです。ある程度、その、実務経験みたいなのがないと、いきなり正しい知識をバンと渡されても、人ってなかなか習得できないんですよ。なんか仕事とかで見覚えありません？そういうの。いきなりもうね、最初からその100点満点の正しいやり方を、ね、これがこうです、これはこうです、これはこうですって言われてやったとしても、ある程度その自分の中の経験値みたいなのを、ね、その積み上げないと、それは絶対消化できないんですよ。で、逆にそのなんか変にその最初はこれが正解です、これが100点満点ですって教わらずに、まあ、とりあえずこんなもんかなみたいな感じで自分なりで構わないんで、ある程度こう実務経験というか経験みたいなのを積んだ後に、これはこうでしたってことをすると、なるほどね、結構それここあたりあるわってなったことはありませんでしょうか。結構それに近いものがあると思うんです。このピッキングのやり方に関しても、最初にこれはこうですよって教えてもらってからスタートするのか、教わらずにスタートするのか、それはもうね、まあ、差はちょっとくらいあるかもしれないですけれども、ある程度そのなんか練習量みたいなのはどっちみち絶対必要なんですよ。教わろうが教わらなこうが、もうとりあえずこの辺までは絶対練習しないと、この理解するレベルには達しないっていう、そういう練習時間があるんです。で、これ、人によってはその最初から教わってた方が近道じゃないかって思う人もいると思うんですけども、そんなことないと思うんですよ。絶対にこの練習量は必要なわけで、で、この練習量をその有効にするのか有効にしないのかは、確かに知識がうんたらかんたらってあるかもしれないですけども、逆に言えば、そのめちゃめちゃ失敗しないと成功できないんですよ。めちゃめちゃ失敗しないと正しい知識って身につかないんです。経験を積むっていうのは、ね、逆になんか言い方変えればそのたくさん失敗するってことなんで、たくさん間違ったことを繰り返す。たくさん間違ったことを繰り返して、たくさん失敗して、で間違えましたって、その選択肢のうちの中からその正解にたどり着くって感じなんで、最初からこうですよって言われたとしても、絶対こうね、バコーン、ドカーンってぶつかるんですよ。で、ぶつかった後にそのやっとたどり着くって感じになるんで、最初からその正解を、教えてもらおうが教えてもらわなかろうが、大した変わらないやろっていうのがその僕の考え方です。逆にそのね、正解とかで、あそこに行かなきゃっていうプレッシャーがあったりとかね、あそこにしなきゃっていう、なんかこうね、義務感みたいなね、それを考えなきゃいけないことが多くなったりとかするとね、逆に僕はそれ疲れちゃったりとかするんで、まあ皆さんもそんな感じでギターを楽しんでほしいなということで、1日目ではあんまり細かい話はしませんでした。まあ4日間たくさんね、連打練してもらったと思うんで、今は皆さんがね、こういう話を聞いても、あ、なるほど、こうすればいいんだ、ああすればいいんだって、わかると思うんですけれども、いかがでしょうか。そんな狙いがありましたということでございます。まあ、これからまた頑張って連打練を続けてみてくださいませ。で、またね、さっき、ハッシュタグ、滝沢道場でつぶやいてくださいなんて言ってましたけれどもね、ツイートしない方、ぜひ今からでも遅くないんで、ぜひツイートしてみてくださいませ。それではそんな感じで5日目の道場を終わりにしましょう。また明日からもバシバシと、行きますので、明日の夜6時に、お会いいたしましょう。よろしくお願いします。ということでございます。そして恒例のいつもの最後のご挨拶。私、滝沢勝成、Twitter やっております。TIKJAWA、Twitter を竹ジャワという名前でやっておりますので、もしよければフォローしてみてくださいませ。皆さんの練習の成果とかに、竹ジャワ道場ってハッシュタグつけるか、もしくは僕にリプライしていただければ、時間があるときにコメントさせていただきますので、ぜひともその辺もご活用いただけますと幸いでございます。はい。では、このビデオが終わった後も頑張って一元連打練習を続けて、明日の夜6時にまたお会いいたしましょう。それでは、さようなら。